私は桜井亜美。私の家族は両親、兄、私の4人家族で、現在もみんなで暮らしている。パート勤めだった母が正社員になり、今まで家事をしていた母、手伝いをしていた私だけでは家のことが回らなくなった。家族会議の結果、家事はみんなで協力するという約束のもと、手分けして家事炊事を回している。こう言うと、みんなで協力しているいい家族に聞こえるんだろうけど、私と母は頭を悩ませていた。お父さん、また食洗機のスイッチ入れ忘れてるわよ。最後の人が回してって言ってるじゃないの。お兄ちゃん、またゴミ袋を閉じた後に部屋のゴミ捨てたでしょ。ゴミの分別ができてないよ。缶瓶は一緒にしないでって何か言わせるのよ。なんだよ、気づいたのならスイッチを入れればいいだけだろ。そうそう、アミ、お前も気づいたら分別して捨てたらいいだけの話だよ。あのね、食洗機は洗剤が入れてあるかないか判別しづらいの。あなたたちは洗剤を入れてる時と入れてない時があるから、一度中を流さなきゃいけないのよ。二度手間どころじゃないからやめてちょうだい。缶や瓶を避けて捨てるだけでしょ。お兄ちゃんがきちんとその手間をしてくれたらいいだけの話なんだけど。そう、父も兄も中途半端な家事しかしないのだ。母と私が指摘すると逆ギレしてくる始末。こんな同じようなやり取りをもう何回もしているのだ。家事を協力してやってるんだろ。文句言うなら自分たちでやれよ。疲れてできなかった、もしくはできそうになかったなどの理由で素直に謝ってくれるのならまだ可愛げがあるが、どちらも悪びれもせず反省の色がないから腹が立つ。お母さん、もう疲れたよ。そうね、どうやったらちゃんとしてくれるかしら。やり直しをしてと言っても無視をして一向に動かない父たち。最初は私も母も分かってもらえるように父と兄に働きかけて話をしていたけど、その時にはいはいと返事だけして、その後改善は見られなかった。そんな二人にムカつき呆れながらも、結局母と私で尻拭いをしなきゃいけないのだ。先ほどの食洗機の回し忘れ、ゴミの分別をしない他にもいろいろやらかしていて、まず洗濯物がちゃんと干せない。もういい加減にして。出してそのまま干しているせいか、服とタオルはくしゃくしゃのまま干す。私と母の下の着用物をまるで見せびらかすかのように道から一番見える場所に干したりする。盗まれたこともあるのにね。雨予報が出ているのに軒下じゃなく濡れる位置に洗濯物を干したりするから、一からそれをやり直しの日もある。あとトイレ掃除の跡が汚い、片付けをしない。はあ、もうため息しか出ないわね。トイレブラシは水を切らずにそのまま、壁や床も濡れ放題。元の場所にも戻さず、やったらやりっぱなしで私か母が気づいて片付ける。他にもいろいろとあるけど、言い出したらキリがないので頻繁にやらかしている実例を挙げさせてもらった。協力して家事をしようと決まった時、3人で母に習ったので、やり方がわからないということはない。家事の分担も案に出たが、父と兄が仕事の都合を理由に断固拒否。ああ、家事をしてやってるのに文句が多いな。せっかく男なのにやってあげてるのに。一番腹立つのは、二人ともこれで家事をこなしているつもりでやってやってる感を出すことだ。どうする、お母さん。そうね、何を言ってもどう説得しても馬の耳に念仏、聞く耳持たずだものね。そんな父と兄に私たちはすっかり困り果てていた。そして数日後、母は再び家族会議を開いた。はあ、仕事を辞める？どういうことだよ。そうよ、専業主婦になるわ。そんなことしてどうするんだ。これから家事は全部私がやるためよ。そんなんじゃ収入減るじゃんか、うちの家計が。あら、家計の心配をしてくれてるのね。だったら心配いらないわ。私個人の貯金があるから、どうしても足りない時はそこから出します。私は何も言わず、そのやり取りを静観していた。どうして私がこんな判断をしたかお分かりかしら。はあ、そんなのわからん。知らねえよ、そんなこと。何も心当たりがないというように首をひねる二人。ほとほと呆れる。あなた方は家事をまともに手伝ってくれないからよ。
中途半端にして完璧にやった気になって、こっちが注意したら文句言うなら自分でやれっていつもそう言って改めようとしないでしょ。私たちはそんなあなたたちの尻拭いが疲れたのよ。毅然とした態度の母に父と兄は何も言えず黙っていた。家族会議でみんなで協力をし合って家事をしていこうって決めたわよね。なぜだかわからないけど、家事分担を堅くなに嫌がったあなたたちの要求を飲んで、気づいた人が率先してやるって決めたこと覚えてるわよね。けどあなたたちは文句と愚痴ばっかり、もう聞いてられないわ。だから私が専業主婦になって家事全般を担うことで解決することに気づいたのよ。家計に入れるお金は今まで通りでいいです。それでお互いのストレスをためるのをやめましょう。すると突然父が笑い出した。はっはっは、なんだよ、結局お前は俺たちの稼ぎを当てにして楽したいだけじゃないか。いやしい根性が透けて見えるぞ。はあ、やっぱりな、適当に理由付けして専業になって家事全般だなんて逃げようとしてるんだろう。あのね、専業主婦なんてただの寄生虫じゃないか。俺と春樹の収入に寄生して自分は悠々自適の生活をしたいだけなんだろ。ふざけるな、そんなことは認め、離婚だ。離婚賛成。こんな寄生虫飼うほど俺たち男はバカじゃありません。母さんさ、もし仕事辞めるだなんて本気で言ってるなら離婚されるの覚悟しといた方がいいよ。じゃあ家事の協力をきちんとしてくれないかしら。自分が手をつけた家事はきちんと責任を持って最後までやるって約束してほしいのよ。はあ、だから今でも完璧にしてるだろ。言いがかりはよせよ。またそんなこと言って寄生虫になりたがる。ちなみに俺も今のやり方は完璧だから、直すところなんてないからな。父と兄の言い分に呆れてため息をつく母と、そんな状況を未だ静観していた。結局母が何を言っても父と兄は仕事辞めたら離婚、専業主婦断固反対と言い続け、まともに話し合いができなくなったので会議はお開き。はあ、いよいよどうしていいのかわからなくなってきたわね。あのさ、お母さん。父と兄が自室に行ったのを見計らって母に声をかけた。この状況から脱出する方法もう一個あると思うよ。何？あの二人きっともう治らないよ。だからさ、このまま家事の尻拭いしてストレス溜めて生きていくより、離婚して正社員続けて母子家庭になった方が快適じゃない？母はハッとした顔をしていた。正直さ、あの二人いる？お父さんは一家の大黒柱ぶりながらいやいや協力をしてやってるって態度だったし、お兄ちゃんも家事に協力してやってる俺優しい偉いって威張ってるし、しかも専業主婦を寄生虫とか時代遅れのこと言ってるの本当に引くんだけど。でもあなたは大学が。大学で奨学金の申し込みができるか聞いてみるから、それ次第で金銭面も心配いらなくなるよ。お母さん、私のことは心配いらないからさ。そうね、決めたわ。私が静観していた理由は、家族会議中ずっと今母に話したようなことを考えていたから。真剣に母が話しているのに、二人は面倒くさそうな顔をして初めから話を聞く気がない態度だった。世の中には妥協という言葉があり、私たちはそれを選択して過ごしていたが、私は気づいたのだ。不要なものを減らし、生活に調和をもたらす断捨離は大事だと。それから半年が経った4月、結論から言うと両親は離婚した。どういうことだ？こういうことですよ。早く判をくださいな。お前、俺たちがいなくなって生活できると思ってるのか？残念ながら困りませんね。わかったぞ。お前専業なんて寄生虫になり損ねたからこんなこと言ってるんだろ。いいぞ、離婚してやる。困って頼ってきても助けてなんかやらないんだからな。口うるさい女どもがいなくなると思うとせいせいするわ。言っとくけど、お前ら俺たちが家事に困ると思ってんだろ。残念でした。俺も親父も家事はできるので困りません。父がごねると思っていたけど、すんなり離婚成立。私は大学生になるとはいえど、まだ未成年なので親権争いに。私の意思が尊重され、親権は母に。父は残り約2年ほどの養育費を母に一括で払ったという。
父も兄も私たちが出ていくとき、あれだけ憎まれ口も大口も叩いていたのに、離婚してから1ヶ月後に私たちに泣きついてきた。悪かったみゆき、もう一度やり直そう。今度は間違いないから。今うちがめちゃくちゃなんだよ。アミ、お前だけでも戻ってきてくれよ。俺たち家族だろ。改めるチャンスは何度もあったと思うよ。もう何もかも遅いわよ。掃除で無理。復縁なんてことじゃなくて、あなたたちは家のことをしてくれる稼げる家政婦が欲しいだけでしょ。それに家事は完璧にできるんだったわよね。それじゃ忙しいから切るわね。永遠にさようなら。父と兄が残った家は今ありとあらゆるものが散らかり放題でめちゃくちゃだそうだ。案の定家政婦欲しさにこっちにヘルプ出してきたがお断りした。私と母は今母の会社の社宅に入り一緒に暮らしている。家事を母と分担し、お互いに協力し合いながらストレスのない生活がものすごく快適だ。元の家から持ってきた母の私物のあまりの少なさを知ってしまったから、これからこの家に母の好きなものがたくさん増えたらいいなと思っている。私も大学生になったし、バイトをしてそのお金でプレゼントするのもいいかもな。ご視聴ありがとうございました。また見てね。